言いたいことあるんだよ、一方的にこいつ。あやっていきまーす。意外とうまそうでしょ。ラブゲーム、愛、距離、愛、探偵、ラブゲームでいくか。僕の仕事はゲームからすることです。今日はゲームジャムというイベントに参加しに来ました。ノートに何か書いたり書いたりしている彼女を僕はこっそり見ました。話しかけるなら今しかないんだと思いました。これ分岐するんだ。いや左はちょっとね、ゲームの話の方が多分ナチュラル。この人もゲームの人なんでしょ。じゃあ右じゃない。それで彼女の表情は少し気まずいと感じました。ありゃ最初は少し気まずかったが、まだ気まずいやん。彼女はすぐ仲良くなって、日常生活の悩みなどを話し合うメル友になりました。最初の映画に見に行ったり食事をするように誘って僕は思っています。今日は上司に怒られた、私は上司に言われた通りにしただけなのに、問題が出たら私のせいにするってひどい。まあ本当安牌でいくか。コミュニケーションミスなだけかもね。いらないんだよそんなの。そんなのあのね、正論とかいらないから。ああそれは事情よく知らないだけかもね。やばムカつく。今週一休み行こう。ちょっと唐突だけど、まあ慰めてあげよっかな。じゃあ映画見に行く。あー難しいなー。まあ爽快感でしょ。俺もイオンマンだと思う。一緒に見に行こうと。うん分かった、いいよ。じゃあ今週末ね。早いな、展開がマジで早い。映画のチケットも予約済みだし、映画館の近くのいい店を探しておきたいとこです。これなんかあんの？ギミックないのね。念のために何件か準備しておいた方が無難だよな。ミニゲーム早い。ちょっと待って、ちょっと待って、急に来たな。あ、もうクリックするだけね。はいはいはい、これ簡単だわ。危ないよ。ゆうや、何？クリックできない。待って、バカによ。左。さすがいな。待って、これちょっと待ってよ。これで8位になるのか。そうもね。真ん中。あら、危ねえ。ちょっと待って、これ以上ないな。今の危なかったぞ。今の俺動体中。あ、終わった、マジで。約束の日がついに来ましたと。初デートで初めて彼女の隣にすることでドキドキ感を感じました。映画に集中しようと自分に生かすにまじで中学生の時の声を思います。落ち着いたふりをして映画を見ました。映画が終わり、最後まで一緒に残っていた。ちょっと待って、これ聞くな、これ聞くわ。なかなかいい映画だったね。うん、悪くはない。ちょっと待って。面白かったよね。うん、悪くはないわ。面白いと思っとるか。ここの近くにいい水を知っている。食事しようか。あー、俺だったらしゃぶしゃぶ行くかな。激辛なのか。うわ、激辛か。じゃあお寿司で。うん、私何でも大丈夫だよ。まあ、月は彼女の顔に銀色の輪郭を、なんこれ、飾って広い愛しく見えました。横で歩いてた僕は頑張って胸の鼓動を抑えながら少しずつ彼女に近づきました。それでも僕は何か言う必要があったかな。早くねー。俺はこれ言える。月が綺麗だね。月が綺麗ですね。
こうして僕たちは付き合い始めました。引いてた今。どう今照れてたのか引いてたのかそれだけ教えて。彼女とはよく話し合います。二人の共通点など話題になりそうなものが見つかったら僕たちは必ず見逃さずに話をします。相手が考えることを知りたくて相手の心の中まで覗きたいくらいでした。切るね。切るね。またねえかな。わかった。うわ、寂しそう。俺とそんなに電話してないの。俺もまだまだしてた。やべ、喧嘩してる。やべ、めちゃめちゃ喧嘩してる。俺そんなこと言いたくないのに。俺そんな君に罵倒を浴びせたくない。もうやだよ。はい、以前と変わらずに彼女はよく僕に愚痴を言います。あ、ごぼ、ね、それは問題ないわ。頭のいい彼女のことだからこの、ま、細かいことで悩むはずがないと僕は思います。しかしなぜ彼女はいつも細かいことで悩んでいるように見えるんだろう。お前じゃね、僕じゃね、俺のことで悩んでね。仕事以外にも悩ませんのはやめようよ。今日上司に怒られた。うん、私は上司の言われた通りにしただけなのに。俺の性格が変わってないよ。それはコミュニケーション。いやでもちょっとスマホを見ながらそれは適当な回すぎるか。違う違う、俺のしてそれね、ニュアンスの問題というか、なんで伝わってねえな。このシチュエーションだったらこっちかな。いやでも普通上司には逆らわないよね。だって上司にマークされたくないでしょ。あ、終わったー。僕が残業を終え家に戻った時、彼女は大好きな韓流ドラマを見ていました。お菓子の包装、ティッシュとかが散らかっています。いや俺が片付けちゃう。こういうのダメなんだよな。俺すげえ甘くしちゃうんだよ。時が流れ、私たちは出会いからすでに3年は経ちました。私たちはゲームジャムで出会いました。最初に話しかけられた時は少しびっくりしました。実は話しかけられた時少し嫌でした。その場ならもっと自然に話す内容があったでしょう。その後私たちは WeChat のメルトモになりました。大丈夫だ、もう赤文字は出ないでくれ、頼むから。女性経験ないのがバレちゃうよ。初デートのことはまだ覚えてました。映画見、初デートなのに何も準備してこない。なんで初めて手をつないだ時のことはまだ覚えていますか。そんないい雰囲気だったら下手に喋って雰囲気を壊すよりも黙って手をつないでくれた方が月が綺麗ですねって言う。ロマンチックじゃん。いい雰囲気で言う最上限の告白でしょ。それはお前の性格の話じゃん。まあでも性格の話で合ってるのか。そうだな。付き合い始めてからはお互いを知るチャンスを増えました。毎日のようにお互いの趣味、日常などをいろいろと語り合っていましたね。でも話はほぼ浅はかな話題にとどまりました。本当はもっと深い思いをぶつけられたで。こんなに間違い引く。どういうことこれ。特には喧嘩をするが、君とは一緒にいる時間も楽しかったです。喧嘩をするときは君は決して先に降りてくれないし、私も先に降りるのが嫌で、よく細かいことで大喧嘩になりました。まあ、それは大喧嘩になったよね。細かいことで、悩むべきではないと知っているつもりですが、それでも私のそばにいてほしい、話を聞いてほしい、気持ちを分かり合ってほしいと、ちょっと違う、流したんじゃないんだよな。これマジでニュアンスの問題なんだよな。私が欲しいのは、仕事みたいな爪。違うだろ、左の方。当然ですが私たちにもいろいろ欠点があります。どっちかに頼りきるのは間違っていると思います。でも時に私の欠点を包んでほしい時もあります。矛盾してるかな。突然の手紙でびっくりしましたが、私の気持ちを全て打ち明けるのは初めてかもしれませんね。そして最初で最後になるでしょう。ずっと一緒にいられなくて残念ですが、後悔はしていません。付き合ってくれてありがとう。私はいろいろと学びました。何すかした顔してんだお前、元気でさよなら。なんでてめえのオナニーにさ付き合わされて。俺だってたくさん言いたいことあるんだよ。一方的にこいつ、うぜえ女だな。
こっちからも言わせろよ。おめえが家に帰ってきたらさ、こっちは仕事疲れてんのにさ、ぐちゃぐちゃに散らかってさ、ゴミとかを片付け、先にラブデー2エンディング以上体験してください。あ、ストーリー何個もあんだ、おもろいじゃねえか。ラブゲーム攻略してやろう。菅原です、お友達になってくれませんか。はい、まあ今日上司に怒られた、私は上司に言われた通りにしただけなのに、問題が。じゃあ全員左で行ってみるわ。いや、甘える女は勝つで、プラスしてゴミも拾ってあげたい。チャキー、完璧、なかなかいい映画だったね。ね、うん、悪くはない。俺その返しマジで気に入らん。え、ちょっと待って、黙って手をつないでほしいって言ってたよね。手つないでいいだと黙ってなくね。あなたのことが好きだ、だこれ。その時に手を握ってる、両手でギュッと。いけ、全く一緒だけど。あ、ちょっと待って、そんな要素知らないよ。今回は面白いテーマを考えてくれましたね。絵の中に、男女が抱き合っているから恋愛に関するゲームはいいなと思いました。恋愛ゲームですか、いいですね。今回のテーマにはもう一つ意味があると感じます。それは物事には常に意外の一面が、やっぱりヒントが少ねえと思ったんだよな。でもさ、これ初見でわかるはずなくね。何の引っ掛け、ツイッターしようかな。な、おもろ、おもろいよ。もうすでに激辛しゃぶしゃぶが食べれたら完璧なのに。はい、了解です。あー、出てきた、猫耳子なんか出てきたよ。あれで札を回収してたね。行く行く、すげえの、早い、めちゃ怒涛のラインだ。んだよ、なんか別に何も見てないけど分かるよ。君のツイッターなんて見てないけどね。すごい面白かったよ。原作と違うところもあったけど、監督の原作の特色を残すために頑張ったのがすごくよく分かる。ずっと楽しみにしていた甲斐があったね。お、こんな向き合ってるシーンなかったもん。これからどうするの。この近くにさ、いい店知ってんだよ、食事に行こうぜ。お前しゃぶしゃぶ好きだろ、何も見てないけどわかる。この雰囲気なら言葉なんか余計なのかもしれません。待って、月が綺麗とか言った過去を消してくる。これとこれか、猫は可愛すぎる。いつも猫には癒されるね。あ、放置、どういうことこれ、唇、これスマホ持ちながらさ相談に乗るなんて、そんな、それはひどいね。さて、時が流れ、私たちは出会いからすでに3年は経ちました。私たちはゲームジャムで出会いました。頼むぞ。最初に話しかけられた時は少しびっくりしました。でもゲームの話で私たちはすぐに、打ち解け合って、ゲームジャムのテーマをめぐって話題がどんどん広がりました。その後私たちはメル友になりました。知らないうちに、私に何があったか最初のやつは気になりました。はい、初デートのことはまだ覚えていますか。私の大好きな映画を見に行ったり、大好きな食べ物を食べに行ったりして、すごく楽しかったです。ちゃんと私のことを考えながらデートの準備をしてくれたかなって思って嬉しかったです。初めて手をつないだ時のことはまだ覚えてますか。それは月が綺麗な夜でした。すごくいい雰囲気の中に君は黙って手をつないでくれました。私は 今でもその感覚が残っているようにはっきりと覚えています。お互い知るチャンスも増えました。日常をいろいろ語り合いましたね。
緑色の文章の割合が多いから頼む。グッドトゥルーエンドとはいかん、グッドエンドまで言ってほしいな。うるさいと思う時もあるでしょう、それでもいつもそばにいてくれて話を聞いてくれてありがとう。当然ですが私たちにはいろいろと欠点があります。でも2人のバランスの取り方が分かっているからこそ私たちは片方に全てを、はいで、お、私の気持ちを全て打ち明けるのは初めてかもしれませんね。この日だから言えるかもしれませんが、実は私のことをもっと分かってもらいたいといつも思っています。来年もよろしくお願いしますね。記念日おめでとう。いやー、ハッピーエンドですよ。わあ、え、ちょっと待って、ホイールで、なんか出る。あ、うわー、来た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 な、来たな、来た、あっしゃー。私の気持ちを全て打ち明けるのは初めてかもしれませんけど、初めてかもしれませんね。私たちのゲームのゲームに、私たちが出会ったゲームジャムで、そのゲームで私にプロポーズをしてくれるのは思いもしませんでした。ずっと私のことを大事にしてください。今後ともよろしくお願いします。マジか、これ実話なんだ。なるほどね、見せつけられたな完全に。なんだったね。